令和6年7月26日ザ・ Q&A メンバー限定ライブラベル2です。はい、ではですね、このセッションでは日本製鉄についての話題からしていきたいと思うんですけれども、視聴者さんから日本製鉄、中国宝山との合併を解消しました、解説をお願いしますという質問も来ておりますので、はい、それにお答えするような形で、はい、平井先生の X をご紹介していきます。まずはこちらです。はい、日本製鉄、中国宝山との合併解消、現地生産能力7割削減という記事を、日経の記事をご紹介しながら、平井先生は鄧小平に言われた稲山氏が心血を注いで宝山製鉄の建設に入れ込んだ US スチール買収で、これはシフューズ、はい、シフューズを納得させるためには解消は最低限必要、はい、これを機に合併の経営幹部、経営者や経験者や、うん、そして日中経済協会から完全に身を引くことになるのかと言われてます、うん、はい。でこれはですね、ちょっとね、ま、じゃあ資料をちょっと出してください。すいません、うん、これです、実はですね、日本製鉄っていうのは、うん、9つの中国に法人を持ってるんですよ、うん、で今回、まあ、あれですね、解消するっていうのはこの3番目の BNA っていう会社なんですね。でもまだこれだけ残ってる。こんないっぱいあるの？こんなにいっぱいあるんですよ、合弁会社が。知らなかった、で結構ね、これはズブズブなんですね、うん、じゃあ次に行きましょう。これはですね、本当にね、歴史が古い。このね、周恩来がこの新日鉄の稲山会長と会って、うん、でここで、まあ、周恩来に、まあ、この稲山さんがですね、丸め込まれちゃうんですよね、うん、でこの人たち の、 そのすごい弱点なのは、うん、中国に対する理由がなき憧れを持っているということなんですね、うんうんうん、でそこにうまくこの周恩来がつけ入ってで、まあ、手のひらで転がすわけなんです。そして、次に行きましょう。はい、でその結果ですね、今どういうことになってるかというと、鉄鋼会社ランキングを見ると、この中国宝武製鉄ってあるでしょ、これが合併した会社で、宝が宝山製鉄で、武は武漢製鋼所なんです。この2つが合併して、なんとですね、今新日鉄の3倍のそこをね、生産能力がある。うわ、それであとはまあここ中国でしょ、それから中国、中国で韓国のポストがあって、中国、中国ということで、まあ、ものすごいそこのね、量で言うと中国が今世界を牛耳ってるというような状況なんですよ。でこの原因となった宝山、そして実はこの武漢製鉄所を作る時も、新日鉄はものすごい協力してるんですよ。つまりこの2社を育て上げたのは新日鉄なんです、日本製鉄です。じゃあ次行きましょう。でじゃあその宝山製鉄を立ち上げただけで済んだのかというと、そうじゃなくて、これ新日鉄の社内報なんですけどね、これ2007年のやつですけど、旺盛な中国自動車市場に応える BNA っていうか、これが合弁会社です。でこういった合弁会社にものすごくこう前向きであるということと、宝山製鉄を作った時、つまり宝山製鉄と新日鉄と今の日本製鉄との合弁会社が BNA なんですけども、この片っぽのその合弁相手の宝山製鉄を作った時には、ものすごい協力を新日鉄がしたわけですよ。でここでね、試練を乗り越え完成した中国最大の一貫製鉄所って書いてますけど、これを作ったのは新日鉄なんです。うん、うん、でなんでかというと、鄧小平が日本に来た時に、君津にある新日鉄の製鉄所を見て、これと同じものをくださいって言ったんです。そして稲山さんは、はい、わかりましたと言ったと。で斉藤栄四郎さんは、これ以上のものを作ってみせますと言って、延べ1万人の人間が中国に行き、そして延べ3000人の中国人が日本に来て、自分とこの会社の製鉄所を作る以上の努力をして作ったのが宝山なんです。でこの宝山と
新日鉄の合弁がこの BNA ですね。で次行きましょう。でここでね、この当時の三村社長が新しい鉄道の時代にね、緊密成熟した関係構築をと未来を切り開く理念を共有ってのはこれは宝山製鉄の社長こういうことで日本に中国から宝山製鉄の従業員を呼んでこういうふうにねどんちゃん騒ぎまでやってるんですよ。それぐらい親中経営をずっとしてきたわけです。で次行きましょう。そしてここね、両者のパートナーシップが日中の架け橋にとかこれ書いてるし、で30年前だこれ30周年の時ですね、宝山できて設備立ち上げの指定が交流と、でまあこういうふうに写真撮ってて、ここが宗岡さんという、当時の当事長ですね、新日鉄大取副社長、その後社長になって、会長になりますけどね、この人も引退してるけど、この人が BNA の当事長なわけです。合弁の社長もやってると、この人が将来に向けた発展を確認って言ってる、まあ、こういうことをずっとやってきたわけです。そして、まあ今ね、関係がおかしくなったという言ってるけれども別の見方もあるんですね。それはどういうことかというと、もうしゃぶり尽くされちゃったよとで新日鉄がしゃぶり尽くされたからもう合弁いらないからということになったという見方もあるわけです。じゃあなんでしゃぶり尽くされたかと言ってるかというと、実はですね、電磁鋼板というものすごい技術のね、うん、車に使われる鋼板がありますね。これ新日鉄だけしか作れなかったんですよ。それを実は情けないことにですね、新日鉄を退職したこの北九州の従業員たちが韓国のポスコっていう会社に金をもらって全部教えちゃったんですよ。でポスコに流れたんですね。でポスコが急に作り出したから新日鉄は慌てたわけです。で同じことは起こるんです。どういうことかというと、今度ポスコの従業員がその技術を宝山に売ったんですね、うん、で今度宝山が作り出しちゃったと。でこういうだから韓国に流れて韓国から中国に流れた。それで、中国にあるトヨタの中国がこともあろうことか宝山から電磁鋼板を買うようになっちゃったんです。それで、日本製鉄が頭にきてトヨタをのとに裁判を起こしたんで話題になったわけなんですけど、こういうようなことがどうでしたっけその裁判。結局ね、日本製鉄が取り下げたんですね。うやむやになっちゃったんですよ。だからもう中国としてみれば全部電磁鋼板の技術は全部韓国経由で手に入れたし、うん、そして研究開発にかかってないわけだから安いわけです。でバンバン売ってるわけですよね、うん、でそうなっていると、それで、今中国製造2049で、いわゆるその EV 電気自動車もその対象になってるから、世界中にどん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 今ダンピング輸出をしてますよね。そして今中国はダンピング輸出をしながら 何をしてるかというと国産化なんですよ。つまり電磁鋼板もそれから EV に電気自動車に使われる半導体も全部中国製のものを使えと工業省が中国の自動車メーカーに命令してるわけです。だから日本の半導体の中国における売り上げってどん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 減ってんですね。なぜかったら国産に切り替えられてるから。そういうような状況でもうお先がないし、中国にしてみればもう新日鉄さん十分しゃぶらせてもらいましたということで、ちょうど合弁のこの満期が来るんで、もうこれ以上日本製鉄としては更新をしませんと、株持ち分は中国側に売りますよっていうことで今回解消になってるんですよ。で僕はねポストンの中で言った日中経済協会から完全に身を引けるかっていうことが肝なんです。っていうのは日中経済協会っていうのは日中友好7団体の一つなんですね、もうズブズブ団体なんですよ。でそこの毎年ですね、日本企業の役員を200人以上引き連れてちゃんと中国に行って猛出て総理大臣に拝謁してもらって首相に、それで帰ってくると、こういうことをずっとこの日中経済協会やってるんですけど、そこのリーダーは
ほとんど毎年新日鉄から出てるんです。つまりずっとこの40年近く日中経済協会ができて、これ調べてみるとすぐ分かりますけれど、その団長とかその名誉なんとかとか行く人たちは新日鉄の出身者がほとんど毎回入ってますよ。こういうような経営をずっとしてきたわけです。だからアメリカでは共和党民主党かかわらず US スチールを売っていいのかという声が出てるんです。だから焦った日本製鉄はポンペイオさんを顧問に引き込んだわけですよ。政治的になんとかなんないかってことでしょう。でもそれだけ疑念の声が僕は強いんだと思うんですよね、向こうで、ね、で、それでじゃあ次の写真ね、じゃあどうなってる、あ、これがね今年の日中経済協会ね、行ったのは最高顧問徳良さん、まあ、あの徳良さんね、それから小林さんって、これ商工会議所会頭、これは三菱商事かな確かで、もう一人団長が新藤新日鉄会長なんですよ。これ毎年そうなんですね。で会ったのは李強、それからその他いろいろ会ってます。そして何を話してるかというと、いいですか、商務部とは主要幹部とサプライチェーンの安定化、中国のサプライチェーンの安定化、ね、中国と、からこれ工業新速化部というところでは、いいですか、次世代型自動車と自動運転協力、ね、それからデジタル社会、スマート製造、データ管理などをこの日中経済協会が日本側として全面的に協力しますよって李強と会って、約束してる。でそこの中の、3人大体リーダーがいるんですけど、必ず新日鉄が入ってる、ほとんど入ってるって僕言いましたけど、今回は新藤会長入ってるわけです。じゃあ、次行きましょう。これがゾロゾロっと北京に行った社長さんたちの記念写真ですよ。これもホームページに出てるんです。今年ですね。今年です。でなんとね、これ今年1月でしょ、 US スチールを買収したと発表したのは去年の12月、つまり、はい、去年の12月発表していて、翌月新日鉄の会長がこれだけの人間を引き連れて北京に行って、中国と会ってると、ね、で次の写真で、これ新藤さん、李強首相、これは明らかにアメリカに対してメッセージを発してますよ、うん、だからね、合弁解消はもうこれ胃の一番にやっても、それでも僕はアメリカの疑念が晴れるかどうかはまだわからないと思ってます。うーん、厳しいですよ今、うん、だってこういう写真がもう出回っちゃってるんですから。だからね、まあ一言で言うなら、今までずっと親中経営を続けていた会社が米中が対立する中でアメリカの企業買収をするというと、非常に審査のハードルが高くなったのかなと思います、うん、なぜなら仮にこれ認めたら US スチールっていうアメリカのその象徴する鉄鋼会社は日本製鉄の子会社になると。でじゃあその日本製鉄が親中経営を続けたらどうなるか、これ親会社が親中企業でアメリカの一番コアな会社を買収されてしまったらアメリカの安全保障に直結しますよ。これだから慎重なんです。どうなるかは分かりません。これはね、シフィウスが決めることが分からないけれど、まあこういうねパブリックに出てるものを組み合わせていくだけで、非常にこの案件というのは大変だなと思いますね。まあ、うん、今ね、その平井さんからご指摘いただいたところがちょっとあまりにも大きいんで、うん、ちょっと他が全部見えなくなっちゃうわけですよね。でその本来だるならば、はい、まあ、日本企業は悪いんだけど、うん、上位こう中国の会社がドワーッとあったじゃないですか。結局だから日本が育ったようなもんでしょ、うん、そうです、うん、で、うん、でユーススティールというのもずっと下の方にあるんですよね。そう、22位かなんかですね、はい、で確かね、うん、別のですね、やはりUS の会社が、買収しようとしたんだけども、うん、でもそれは却下されたんですよね、そう意味がないと、そう、うん、結局デュプリケ重足
こう二重になっちゃうところがですね、すごく多くなっちゃうから、うん、でその点この日本製鉄だったら、まあ、ダブリがないと、うん、別に本社も一つ潰す必要がない、うん、アメリカの会社はどっちかの本社潰すとかってのは、うん、これそれはないと、だそういうこううまくこう組み合いますよと、うん、それで、日米で協力して、うん、でその中国の会社に対抗するのが最も合理的ですよと、うん、まあ、こういうロジックで、うん、まあ、やろうとしたと、そうですね、そこだけ見れば確かに合理的なんですけど、うん、ところがその歴史的背景とでしかもね、平井さんが説明してくれたこの歴史的背景があって、うん、あとこれ2024年で今年の1月だと、今年ですそれね何考えてるのかなって全然分かってない、もうそれですっ飛んじゃうじゃないですか、うん、ここにその経済合理性があるわけですよ、ここに経営上の、うん、でそれだけ見たら、うん、確かにそうだなってなる、だけどこっちでそんなズブズブだったらダメに決まってるじゃないですかね、ダメになっちゃうんですよね、うん、だから僕はあのポストしてたね、あの日中経済協会から完全に身を引くのかってとこなんですよ、うん、そうですね、ね、もう我々は日中経済協会と一切縁を切って、うんで、うん、これを最後にして一人も日中経済協会からね、うん、もうあの撤退しますと、誰も入れませんと、でアメリカのためにね日米でやりたいと思いますって言って、そしてあの新日鉄の顧問とか名誉顧問とかね、なんだかんだ見るとズブズブだった人がいっぱいまだ残ってるわけですよ、うん、これ全部切らなきゃダメですね、でそれぐらいやってでもうどうなるかってとこですよ、アメリカの疑念が取れるか、そうするとこれまでにはその何十年間という、うん、その日本製鉄、まあ、新日鉄時代からのですね、その生き様がそこにあるわけじゃないですか、そうですね、それを全部解消して臨まなきゃいけないとなったら、うん、厳しいでしょうね、うん、そうそう、だから今おっしゃったようにね、あの新日鉄の歴史の清算を求められてるので本当に歴史の清算、あの大地の駒で遡ってそう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 でしょ、ええ、全否定して、で中国ビジネスに関わった人を全部外して、で中国の残りの合弁も全部やめて、でそれで認めてくださいって言うかどうか、で結局、うん、あの昔その大地の子という山崎豊子さんの、はい、ね、そういう人があったわけですけど、うん、まあそこで本当にこう善意でやるわけでしょ、うん、まあその憧れと食材意識とみたいなところで、でも結果としてですよ、もう6社トップ10に6社中国の企業でね、うん、でもう完全にやられちゃってると、うん、でその技術も自分たちから漏れてるからでしょ、まあ、援助したのとそれから漏れたのと両方あるわけでしょ、うん、そう、こっちも教え、もう心血注いで教えてるわけですからね、その結果を見て、うん、これはちょっとやっぱりまずかったんじゃないかと思わないですかね、うん、そうだからそこのね、あの生産がねきちっと生産しないと、僕はシフィスの人間だったらやっぱそれはちょっと認められないよねって思いますよ、アメリカ人であればね、やはり自分のところの一番の鉄鋼所をですね、じゃあ本当に進駐経営と決別したのかどうかもわからない状態で、いやあの投資銀行が作ったね美しい絵を見せられて、こんなに美しくなるんだからやりましょうって言われても、おいおいちょっと待ってって普通はもうどうしても思うと思うんですよね、そうですよね、いやでもこれはでもちょっとな、だけど結局そういうことトヨタを、トヨタはトヨタでその自分たちのこの合理性を追求しなきゃいけないから、だからもうじゃあそのポスコでしたっけ、ポスコ買うのがそっち、まあ、それ本末転倒で本当に日本企業としてあってはならないことなんだけども、しかしもともとその技術を漏洩したのは誰だってそういうことになりますね、そう朝鮮半島経由で行っちゃったわけですからね、だからそれはねトヨタさんもちょっとって思いますよ、いやいやいやありがとうございます、それでこれ21番なんですけど、はい、はい、こちらも平井先生の X ですけれども、中国製造2049が実現すれば技術を抜き取られた日本企業は用済みで14億人の市場などない、何度言えば分かるのかということで、元の記事がですね、日鉄が中国の宝山鋼鉄と合弁解消戦略見直しの背景という日刊工業、新聞社の記事です、うん、そうなんです、結局ねあのユーザーが減っ
ってるわけですよね。あの結局じゃあ新日鉄じゃなくて宝山から中国のメーカーは自動車用の鋼材を買うというふうに流れが変わってきてますね、うん、と。それから電気自動車自体ももうどん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 この中国政府が、中国の電気自動車メーカーに補助金をつけて、うんうん、そして安い値段で国内でも販売してるから、これは輸出もそうなんですけど、結局日本メーカーは太刀打ちできなくなるわけですよ。でだから僕はずっともう何年も言い続けてるのは、中国製造2025、2049がある以上、最後は中国が世界一になるという産業政策があるんだと。じゃあ中国14億人人がいるからといって、中国の、ね、自動車メーカーの電気自動車の性能が日本より良くて価格が安かったら誰が買うんですかということなんですよ。だから技術を教えちゃダメなんです、メーカーは。全部これをね、守らなきゃいけないわけですよ。でこれもできないでずっとこう何て言うかな、垂れ流しの状態をね、サラリーマン経営者が知らんこうしてるから、こういうことになるんですよね。その大きなこのベクトルとして、まあ、今おっしゃったように、まあ、2025、まあ、2035、うん、で、まあ、2049とかってこう、うん、国家戦略があるわけですよね。でそこで、まあ、平井さんもいつもおっしゃってるように、まあ、デュアルサーキットですね、うん、外からは、まあ、自分たちはもう自己完結していく、うん、でも外国企業には自分たちに依存させていくというですね、それをやっていくと、という方向にこうベクトルが向いてるわけでしょ、うん、そうです。だからそこでいつまでやってればやってるほどどんどん自利品になっていくと。そこで商売する代わりに技術を出せ、ね、うん、これを開示しろということにどんどんなっていくし、それで今度自分たちが自己完結できるようになったら、つまり外国企業からもこれ以上技術を摂取する必要はないというところになったら、完全に自分たちだけでやりますと、うん、そういうことを言ってるわけだから。そうですね、うん、だからそれはそういうところでいつまで残ってたって、うん、それはどん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 自利品になっていくのが分かりきっていることで、でそこで14億のマーケットはそう、もう、まあ、それ自体はもともと幻想じゃないですか。そうですね、うん、でそれいよいよ本当に意味がなくなるってことなんですよね。そうですね、うん、いやだけどな、それでホンダも人員削減ですか、うん、で三菱自動車撤退、うん、もう本当にいやもう何年か前からずっと予言してる通りになってってますよね、予想してる通りね、うん、だそれはその悲しいほど、だそれ少しでもね変えようと思って一生懸命言ってるんだけど、そうね、うん、その原理原則ってものあるじゃないですか、うんねね、いやー参ったな。次ちょっと外国人問題いってみましょう。27番、はい、こちらも平井さんの X をご紹介しましょう。はい、あくまでも許可取り消しもある、在日本大韓民国の、民団の中央本部の方ですね、ゴン・チョンジさんという方です、うん、K-POP が日本で人気で日韓の政府が協調姿勢を示しても永住資格取り消し措置で、やはり日本人は我々外国籍の人にはいてほしくないのかと思うと懸念を強調と。いやだからこれ悪魔の許可なんで、在留許可なんだって、許可ってことは許可の取り消しもありますよねっていう当たり前の話ですよね、はいと思います。うん、続いて28番、はい、そして同じく X です。2014年7月に最高裁は外国人は生活保護法の対象外と判決、うん、大阪市は外国人へ生活保護の支給を続けているが600円しかなく、ガスも電気は止められた日本人が申請したのに受け付けられず、この申請者は死亡、心が痛む、遺族ら大阪市に受給できてたら死なずに済んだ可能性と、うん、これがね、うん、この日本の、うん、この生活保護とかの基準とかなんかよくわかんないんですよ、うんうん、普通こういうのっていうのはもう明確な基準があってしかるべきなんですね、うんうん、だから、まあ、まず一つは対象は日本人だけと、まあ、日本国籍保持者だけと、うん、もうするならする、まずそれは一つでしょ、その上で、所得、うんね、その副収入はどこにあるない、貯金あるない、とか全部そういうのを、まあ、資産があるない、住む場所があるないとか、うん、そういったものを全部決めといてですね、でそれでフェアに
決まるもんじゃなきゃおかしいわけでしょ、うん、なんでこれ受かったり受かんなかったりとかそういうことが起こるわけ。これは田母神さんもスピーチで言ってましたね、うんうん、この外国人に出してて、で日本人のシングルマザーは拒否されたと、うん、これだ、ここはだからもう明確な誰の目で見ても公正な基準がなきゃいけないはずなんだけど、なんでこういうことが起こるのかと。しかもね、私は申し上げたいのはね、こう2014年10年前に最高裁判所が、うん、はい、ね、外国人は生活保護法の対象外であると判決を出してるわけですよ、うんうん、つまり今ね、厚生省の課長の通達に基づいて違法行為がずっと続いてるわけですよ、はい、そうですね、判決違反なんですよね、うんうんうん、でそれも比較的簡単に外国人にはね、生活保護が認められて日本人は認められないんじゃないかという声もあるぐらい、うん、おかしなことになってるわけですよね。でやはりね、私本当にこれ逆だろうと思ってるのは、600円しかなくて電気もガスも止められてる人が来れば、これなんとか認めてあげるのはこれ大阪市のあるべき姿なわけですよ。そこは最終的にこの人死んでしまうわけですね、うんうんうん、で本当にこういう、ね、悲劇が あっちゃいけない。我々税金を納めてるのは困ってる、本当に困ってる人を生活保護で救うために我々は納税をしてるのであって、ね、レイジー外国人をですね、日本でね養うために、ね、税金払ってんじゃないんですよ。それ当たり前ですよね、ね、うんうんうん、本当におかしいこれ、うん、でね、その課長のその時の判断だけでしょ。そうです、うん、なんでそれがずっと続くのって、うん、そうだからね、これ行政訴訟を起こしたらね負けるんじゃないですか、うん、きっと、うんうんうん、でそれをだけど放置するっていうところにね、やっぱり行政側、まあ、それを管轄する政府のなんかおかしいですよね。だからやっぱ権利化ってこれ利権化してるんでしょうね、そういうことなんでしょうね、これがね、生活保護がね、うん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 、そうとしか、まあ、そう思われても仕方がないということです ね、うん、ね、はい、次ですね、26番お願いします。はい、はい、26番のこちらの記事です、はい、視聴者さんの質問です。はい、こちらの9番ですかね、はい、はい、自民森山氏が中国に行っていたみたいですが何をやってきたんでしょうかと沖縄県の S さんからいただいております。はい、では平井さんの X を見ていきましょう。自民党の森山氏は訪中し総合的戦略的互恵関係という死語を使っている。我が国が独裁者を個人崇拝する中国の属国になればいいと思っている、こういう美中政治屋を来たる選挙で有権者が政界から追放することが必要だとおっしゃる通りです。もうね、この時期にですよ、うん、この時期に中国に行って大きに会ってですよ、はい、それで戦略的互恵関係をね、もうこんな死語ですよ、はっきり言って我々にしてもこんな言葉はまだ使って取り入ろうとしてるわけでしょ、ね、何考えてんだということですよ。ね、こういった、ね、独裁者を個人崇拝する国と自由で開かれた国っていうのはもう相容れないものがあるわけだから、まあ、そこを、ね、しっかりと踏まえてどう独裁者を個人崇拝する国との関係を希薄化して適切な付き合いをするかということを考えなきゃいけないのにですね、この人の態度っていうのはもう我が国がね属国になればいいと思ってるとね、そう受け取られかねないような対応ですよ。まあその独裁者ということもそうなんですけども、うん、現実にじゃあ中国は何やってるかという時にですね、その、まあ、V をEEZ の中に今度入れてきたりとか、まあ、尖閣において領海侵入をしたりとか、あるいは駐日大使の暴言ですね、この台湾の問題に日本が関与したら日本国民はねこの火の中に連れ込まれるとか、まあ、そんなの本当は国外退去門の大方言大暴言なんですよ。だそういう、まあ一言で言うとこの戦狼外交というのを展開してるわけですよね。でその戦狼をやってる相手のところにのこのこ出てって、うん、戦略的互恵関係とかって言ったらもうね、これ心の底からバカにされますね、うん、本当に真面目に、うん、舐められますよね。あ、もちろんですよ、うん、だって殴っても殴ってもね互恵関係って
本当に舐められてますね。はい、次なんですが、はい、そして平井さんの X です。反スパイ法との組み合わせで独裁者を個人崇拝する14億総監視社会、世論を監督するとは、ネット上で流れる情報や意見、デマ、不正確な情報が国民の目に触れないように当局の発表に基づく独裁者が認めた報道をしろという意味だと。自由で開かれた国の正しい報道ではないと。まあそもそもね、社会の仕組みが全く違うわけだからね。だからしっかりとその違いを踏まえて、相手はどういう、まあ、民族の気質なのか、どういう政治体制なのか、どういう支配が行われているのかをよく知った上でどう接するかなんです。東シナ海の向こうに、ね、日本と同じような、もう何物言っても、ね、許されるような国があるわけじゃないんですよ。そこを日本人はあまりにもまだ自覚が足りないと思います。まあ、本当にね、まあ、そういうことを、まあ、臆面もなくやるし、また、まあ、やらないとね、収まらないような国だというんであるならば、またそこに今テクノロジーが発達しちゃったんで、昔の例えば何人5人組だの何だのかって言って、こう内通し合う、こうね、密告し合うとかっていう、それだけじゃなくて、テクノロジーを使った監視社会っていうことになっていってるわけでしょ。だからそういう、そこに極端に行く国だから、まさにその本質的に違うわけなんですよね。もちろん最近はネットも検閲が厳しくてみんな苦労してるわけなんだけれども、だからここをまだ分からない。でさっきのその戦略的互恵関係とかってまだ言ってるっていう、これもう本当に面白いですね。はい、はい、ではこの後は、この後は言論統制のないダイヤモンドクラブライブです。ぜひ皆様ダイヤモンドクラブにご移動ください。はい、ではダイヤモンドクラブでお待ちしております。